はい、こんにちは。日本改革と豊島区議会議員、くつだりょうでございます。今日27日、NHK スクランブルでもやります。よろしくご参集ください。1時半ぐらいに、東池袋中央公園、巣鴨プリズン跡地、サンシャイン60、隣接に集合であります。今日はそういうわけで、早い時間から、動画撮っておりますけれども、皆様ご参集よろしくお願いします。テレビニュース報道、どの局かは不明なんですけれども、米国の大リーグが開幕しまして、大谷翔平グッズ大人気と、まあ、旭日旗と大谷の組み合わせなんですけれども、まあ売れておると、再大谷フィーバーとか、なんか字幕に、テレビの字幕にありますけれども、フィーバーって古いよね。番組制作現場には50代しかいねえのかなってちょっと思っちゃいますけれどもね。ネットの反応です。ええやん、もっとやれ、魔除けになるな、あれ除けにめっちゃ効果あるよな、あれの反応が楽しみだな。あれ以外誰が見てもかっこいいデザイン、似たデザインのカニ缶で発狂、存分に悔しがってください。ぜひこれに対して暴れてほしいというような意見がありました。まあこういうのみとですね、発狂するあれなんですけど、これはスルーすんじゃないかな、私思います。なぜならアメリカ人が作ってアメリカ人に、売ってる、買ってるのもアメリカ人だからですね。主体が日本と、日本人の時だけ発狂する使い分けをしております。実質属国の米国にはですね、1ミリも頭上がりませんし、米国がですね、有事の際は軍事指揮権もらうからつって、あれの軍事指揮権を、持っている。で、あれの軍に命令してアレ人を害すことも可能な、まあ独立国ではないな。どこの国、どこの独立国が自分の軍隊意のままに動かせねえとこがどこにあんだ。まあ属国ですよ。日本人以外に暴れてもですね、何言ってんだこいつらって思われるだけなんでね。最近は日本人も何言ってんだこいつらという反応になってきましたけどね。古今東西、用の印を忌むは用じゃと決まっておりまして、まあまあ邪悪な存在なんですよ。邪悪な存在は太陽を嫌がんのね。まあ大きな石こうパッとひっくり返すと中に虫がいたりなんかして逃げ惑うみたいな感じですかね。米軍公式記録なんですけれども、沖縄上陸戦についてはバトルオブブリテンも霞むほど、米軍実質敗北と、いうような記録残ってまして、それはそれは激しい戦いだった、米軍側の損害もすごくてすごくてすごくて、これ実質敗北だろ、っていうのが公式記録に残っております。戦後ですね、上陸戦に特化した海兵隊が設立されたほどでありました。で、そんな風にガチンコ戦った米国とはですね、なんとも思ってねえのに、全く戦ってない、あれらが文句たれてね、まさしく何言ってんだこいつらという感じであります。時事通信報道、G7 と EU が、ロシア中央銀行が保有する約20兆円分の金の取引を禁止と。これ外貨準備高ということで、金、持ってた、日本政府の日銀が持ってる金は20兆円どころじゃないですからね。もっともっといっぱい持っておりますけれども、ルーブル紙くず化に拍車。なぜならその金を売ってですね、ルーブルを買い支えられないからであります。ネットの反応です。人民元使えばええやん、金もこれでただの石ころに。これはロシアが持ってる金がっていうことですね。ロシアが放出しまくって売りまくって金が暴落するから順当。ドイツは何でガス買うんだ、ルーブル払いは拒否した、
ロシアが決めたレートで交換してられるかよ。にしてはルーブル暴落していない。禁じ手のルーブル売りを禁止したから下がらない。これルーブル売り解禁したらドドッと下がるんでしょうね。まるで株式暴落を恐れて株式市場を開かせないみたいなことをやってるみたいであります。円とルーブルを交換は可能であります。ただしロシアが決めたバカバカしいレートで交換可能。ルーブルと円を交換はできません。どうもルーブルなんかいらねえし、なんか現金とパチンコ玉の関係みたいですね。現金でパチンコ玉は買えますけれども、パチンコ玉でそこら辺のスーパーに行って、肉とか野菜は買えない。ロシア政府ガスはルーブルで買え、俺らが決めたレートでみたいなことを放在してたんですけれども、 EU 各国は拒否するとして拒否しておりました。今ガスの支払いに何が使われてるかちょっとよくわからないですけど、なんかとブツブツ交換やってんのかな。そうだとしても不効率不便の極みですね。おっさん、これにはプーチンもブルーブル下皮下皮下皮ヒヒヒチラ。この最後のチラはですね、自分の言ったダジャレを相手がちゃんと分かってるかどうか確認するチラですね。おっさんのチラ見、裁判所処すと。これはおっさんダジャレ罪っていうのが成立した後の世界では、処されんだろうな。あとですね、最後にチラッとこう確認するのも、おっさんチラ見罪っていうので、刑法ができるかもしれないなと思っております。ロシア国営放送、大統領が署名し偽情報拡散罪が発行したそうであります。反政府発言や投稿に対し、これは反政府、ロシア政府が都合悪い情報ですね。民間人懲役3年、公務員懲役5年、特に影響が大きいと判断した場合、懲役15年。懲役15年って、結構なもんですね。結構なもんですね。ネットの反応です。北朝鮮化が止まらない。香港で、似たような法律作ってたっけ？自国民に対してもこの仕打ち。ましてやね、降伏したウクライナ人にどんな仕打ち使わないですね。現に6000人以上サハリンに強制連行しちゃってさ、故郷から切り離してね、思想的弾圧もしくは政治的迫害というような意見ありました。特に影響が大きい場合、懲役15年って書いてありましたけど、一体誰がどういう基準で、あれすんでしょうね、決めんでしょうね。この場合は特に影響が大きいんですね。NHK や朝日がやったらなんとなく15年にすっかっていうことなんでしょうかね。影響力が大きいということで、批判を許さない権力を独裁とか恐怖政治とか呼びますよね。プーチンが、ロシアが独裁恐怖政治なことは知ってましたけど、安倍はヒトラーって言えてるうちは全然ヒトラーではないんだよね。人民はですね、金平はプーさんって言っただけでいなくなるそうですしね。恐ろしや恐ろしや、まさにその通りであります。というわけで今からデモに出かけてまいります。現地でお会いできるの楽しみにしております。デトックスジャパン。